あ、動いたね。はい、おはようございます。おはようございます。今日は2月21日の火曜日です。はい、コメントを閉じるようにしてから何ヶ月か経ったんですけれど、たまに過去動画でコメントが入ってくるんですけれども、質問が一番多かったのはこれは何っていう質問が多かったんです。赤とかなんかいろんな色着てるけど、このワンピースは何ですかっていうご質問が一番多かったです。そうですよね、あの私の動画を最近見た方はこの商品がどういうふうに開発されてなぜ私が毎日着てるかっていうのはご存じないかと思うので、後で説明しますね。はい、とりあえず着替えます。下着姿で説明してもあれなんで。はい、今日ボタン折りの長襦袢着ます。毎回毎回ね、伝えればいいんでしょうけどね、毎日のことなんてほとんどこんな毎日伝えてもしつこいなって自分の中で思うので、ずいぶん説明してなかったんですけれども、あのいつも使ってるアイテムをなんで使ってるかとかっていう質問がたまに、あのたまにこう質問が逆にもうできなくなってるからこそ、たまには自分でね、あの適当なタイミングで答えていかなきゃいけないもんなんだなと改めて思いました。はい、エリは、浜文様さんの手ぬぐいです。で、長襦袢は、ギャラリーアンさん、ネットで買います、ギャラリーアンさんので仕立ててもらったボタ折りです。木綿です。はい、で、着物も木綿です。遠州木綿の千織さんの生地です。ネットで買います、遠州木綿です。はい、お仕立ては富士工房さんです。遠隔でお願いできます。はい、これを紐は自分でつけてます。はい、適当に作ってください。はい、長襦袢にくっつけといたら長襦袢切るのがワンタッチで済むんでね。あ、補正も何もいらないですよ自分で紐をつけとけば、そんないちいちね、あのなんだっけ、エモ抜きのとこに紐通すとかそんなクソめんどくさいことしなくったって、くっつけとけばね、ピッてピッて止めれるんで簡単なんですよ。はい、そのまま洗濯もできます。まあたまにね、マジックテープ、面ファスナーなんでね、あのくっつけて洗うんですけれども、やっぱりぐちゃぐちゃになってくるんで、あの定期的にあんまり長くつけてると、たまにマジックテープの方は、面ファスナーの方はあの付け替え必要な場合もあります。つけてる生地によるかな。この木綿のこれはひどく硬くなるので、あのあんまり変わらないんですけど、柔らかいね、あのモスとかにつけてるやつはやっぱ面ファスナーぐちゃぐちゃになってきますね。モスがねぐちゃぐちゃになるからなんですよ。それはねしょうがないんですよね。まあコメント閉じて楽になりました。コメント開けっぱなしだったら私倒る途中で本当になんかちょっとマジで鬱になってたような気がする。だからあの時の判断は私は自分の中で正しかったなと思います。あの続けるということが一番大事だと思ってたので、それがあの途中半端にならなくてよかったなって思いますね。年を取るといろいろ何でも諦めるのは早くなるんですけれども、いろんな理由もつけれるし、いろんな理由もあるので世の中には、あのあまり傷つかずにやめることはいくらでもできるんですけど、うーん、なんかそれも悔しいなと思って、その中でもやめたくないことってあるじゃないですか。まあ、それがまあ、あのこの、あの動画を続けるということだったので、もともとの、あの目的が別に何だろう、銀の盾を取るとか、あのチャンネル登録者数を増やすとか、
広告費をいっぱい欲しいとかそういう理由ではなくて、着物を着る人、普段に着物を着たいと思っている人がいるという事実を残しておきたいっていうのと、この時代にもね、あと着物を着て生活することっていうのは可能だっていうことを証明したいっていうのを思っていたので、そこはもうあの、なんだろう、曲げることができない子どもの時からの思いを実現させているので、私が曲がると、今の私が曲がると、子どもの時の私に申し訳ないので、そこは自分との戦いでなんとか、うん、あのいい塩梅を見つけたって感じがします。はい、ですが過去動画はコメント欄が開いたまんまなんで、たまに開けては、あ、少し溜まってたなと思って、1週間に1回ぐらい一応チェックはするかな。 YouTube の方から、今週やったかな、なんか来るんですよ、たまに何件のコメントが来てます、でコメント閉じてるのになと思ってあげたら、ああ来てた来てたと思って答えたんですけど、まあ、この下着ワンピースについての質問があったので、ああそっかそっか、伝えとかなきゃなと思って、やっぱり新規で見られてる方も、うん、ゼロではないのでやっぱりそれだけ着物着て暮らしたいなとか、暮らすまではいかなくても、なんか自由に何かを、衣服を選んでいい時に着物を選びたいなという方がそれだけいらっしゃるんだろうなと思います。そういう時になんか気軽に着れるものがないのかなと、うん、でやっぱ昔の人みたいに着たいなっていう思いがある方が、そういう方が多いんじゃないかなと思うんですよね。なのでまあ私の動画に行くのか来るのかなと思うんですけどね。私もまあ昔の方のようには当然着れないんですけれども、今の家の作りもあるし、昔の人とはやっぱり着方は違っているんだと思うんですけど、まあでも個性もなく、まあ、負担なく着てる生活してきてます。今日は、まあ、この白い着物可愛らしいイメージがあるので島だけどね、で襟も青くてすっきりさせたので、ちょっと花を多くさせたいなと思って、これはい、富士工房さんからいただいた富士工房半幅帯なんですけれども、ちりめんの小紋と裏が鹿の子絞りです。こちら側にしたいと思います。で帯締めを何色しようかなと思ったんですけど、青系かなと思ったんですけど、なんとなく合わせていったら、着ない、この、モタハンさんのね、ひびひものみかん色がすごい一番しっくりきたんです。なんでかなと思ったんですけど、ここのね、縁取りが金色なんですけど、それが多分このきなりとはまるんだろうなと。どこにこのきなりじゃない、このみかん色っぽいこの黄色が、どこにもないのに、なんで当てた時にすんなりハマったのかなと思って、でこの帯がまあ結構白黒っていうのもあって、色はいろいろ入ってるんですけどね、割に色的に白とか黒とか無彩色なんでシンプルになってくるんですよね。なんでこう色を足したいなって、積んで足したらいい感じになったという感じですかね。まあ富士工房さんの半幅帯も、着物さんの半幅帯も、ご近所さんの半幅帯もいいですよ。皆さんあの着物から作られてる半幅帯ですけど。まあじゃあ帯屋さんの帯どうなるんだって話になるんですけど、帯屋さんの帯もいいんですけれども、私基本的になんかもうあの博多の小袋仕立てやめちゃってからは、ほんとこういう帯ばっかり、あと手ぬぐい帯
それも結局帯生地じゃないよね。だからちゃんとした帯ってオルンさんの帯か小倉さんの帯とかになってくるのかな。あとはちょっと今してないですけどね、小路佐々木さんの帯もありますけどね。なんでしてないんだろう、まあ、なんとなくですねあんまり理由はなくです。すいませんすいません、いただいたのに。この子もいただいたんだよね確か、あの戦国三段染めを染めた時に羽衣綿で、ああ羽衣綿着てないな最近、今シーズン一回も出してない。なんかちょっと着すぎてて休ませようと思って休ませてたんだ。休ませすぎだなこれ。難しいねバランスが全部をまんべんなく着るとか難しいね。なんかなんだろう、夏物だったら毎回絶対洗うんで結構枚数がいるしローテーションもしていくんだけど、冬物になると洗わない。これだってこの前来てから洗ってないんですよ、今日普通2回目なんです。そういう風になってくるとやっぱり新しいの新しいの出すんじゃなくて、やっぱ洗わないで置いてあるやつをなるべくなんだろう短いスパンで来て洗って片付けたいなっていうのがあって、もう白は基本的に着たらすぐ洗ってるんですけれども、白いんでね。でもこの前確かね本当に着る時間が短かったんですよね。それで洗うのもなっていうのと、多分外出してたかなんかだったんだよね。それでまああんまそんなにシワにもなってないし、まあもう一回着るかと思って、そう、その時の状態によるかな。家で短い時間でも家でゴロ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 しとると毛まみれになって洗わざるを得ないというかぐちゃぐちゃになるんだったら洗うんですけど、ゴロ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 してない時はそんなに痛まないという。猫の毛だらけですからねうちは。仕事行くときは本当にあの 洗ったやつを基本的に着てますね、で着たらすぐ出かけるようにしてます。あの着る何出かける前にギリギリ前に着てさっとのむちゃんとはっくんをこうグッてしないようになでなでなでぐらいにして着てます。はい、今日こんな感じです。春らしい着物で、まあ、ごつ普段着のなんか木綿の生地なんですけれども、まあ、これちょっと帯を、富士工房さんの帯にすると、良さげな、とてもね、雰囲気の感じれる着姿になりますよっていう話で、はい、円周木綿です。足元も一応足袋に合わせてちょっときついかなと思ったんですけど、黒い足袋にしたんですけど、鳥獣戯画の猫が、お裁縫戯画ですね。エビスサビさんです、もちろん。はい。で、かんざしがサンゴのかんざしです。はい、今日はこんな感じで過ごしたいと思います。はい。まあまあまあ、今日はちょっと冷えてますね。10度いかなくなりましたね。また。冷えておりますが、こんな感じですね。で、羽織で、まあこの格好だったらいかような羽織でもいかようになる。この羽織でもこの羽織でもどっちでも着るって感じです。はい。で、言ってました、月下美人さんのやつですね、着物の肌着ワンピースという名前です。商品名はこちらですね。私が愛用している
ワンピース、はい、私今洗濯で干してるのが赤色なんですけど、この茶色、ネイビー、これは新色でしたね、はい、ベージュで、今着てるのが、なんだっけ、グリーン、スモーキーグリーンで、最初白とスモーキーグリーンとネイビーの3色でスタートしたはずです、うん、でその後に茶色と赤が出て、最後にベージュが出たんじゃなかったっけかな、月下美人さんのやつは。はい、でこれは、開発になる、開発するときに社長さんと直接私も話し合いをして、ネットでですけどね、いろいろな話でそうなったんですけれども、こういうのがあると便利なので作ってほしいっていうのを答えてもらった商品なんで、言い出しっぺ的には私なんです。はい、なので月下美人さんの販売ページ見ると多分私のも載ってるのかな、 YouTube でまだ、うん、貼り付けされてるかと思います。説明も私の方でしておりますが、細かい寸法についてはネットの方を販売ページご覧になってくださいというタグがついております。はい、でこの商品の特徴といたしましては、着物用ですので、まず私はその前、昔はキャミソールにしたペティコートの縫い付けて自分で作ってたんですよ。でそれはなんでかっていうと、最初はね、大昔の動画を見ていただくともわかるんですけれども、前はね、裾よけを自分でね、巻きスカートをね、縫ってゴムにしてたんです。うん、スカートを自分で作ってたんですよ。でそれをつけてたら、ここが荒れてしまったんですよ。ウエストにゴムがずっと当たってる状態で、上からこの腰紐とかが当たるとものすごく痒くなって、皮膚がどんどん弱くなってきて、30代はそれで良かったんだけど、でも冬は痒くなった。で40代になったらもう全く縫い目がダメになりまして、それでそのストンとしたワンピース状のものを作ったんです。でそれはすごく快適でずっと使ってたんですけど、肩紐が細くて落ちちゃう時があって、落ちると、この中で落ちると厄介なんですね。こっからやるとさ、襟元は崩れるし、こっからも通しにくいし、結構厄介なんですよ、着物の中の肩紐がずれるっていうのは。なので肩紐がずれない、しかも着物って着てる時にこう座るじゃないですか、座ると中のインナーって引っ張られるじゃないですか。で肩に重みが、結局引っ張られたものって肩がに負担がかかるじゃないですか。なので、引っ張られても負担がかからないように、あえてこれだけの太さにしてもらったんですね。でここのクリが、なんていうのかな、あまり狭すぎず、すごい深いわけでもない、中途半端なとこにしたっていうのも、身厚から見えない、身厚から見えるか見えないかの、ここら辺なんですね、位置が。で、ですね、これはね、なんでこうしたかって言いますとですね、中にシャツを着てもごとつかない栗にしたかったっていうのがあったんですよ。これね、いろいろ賛否あるんですけれども、袖付きがいいって方がいらっしゃるんです、脇汗がつくのでとかっていう方もいらっしゃるんですけれども、袖付きのそういう系のって結構世の中に出回ってるんですよね、ちゃんとしたものが、胸が補正がある程度できるやつとか着物用であるんですよ。なのでそれ買えばいいんです。で苗から作ってもらっただけなので、しかもここすごい小さい会社というか、そんなに大きい会社じゃないし、社長さんもなんか他の仕事されててこれもやってるっていう感じなので、本当にちょこちょこっとしか商品作れないんですよね。それなのでもう、なんか
こそ、なんだろう、あの細々としてる感じなんですけれども、まあちょうどいい感じかなと思ってそうなんですよね。でですね、一応こうここにスリットもあるんだけど、あんまり深いと歩いた時にスリットのせいでこのね裾がこれ巻き込まれる可能性があるのでスリットを短くしてもらいました。うん。あと生地は赤ちゃん服でもよくあるやつですね。メロータイプになってる、ミヨーン、ここまで伸びます。うわ、倍以上伸びます。だから横はすごい伸びるんです。で、一回伸ばすと結構伸びっぱなしになって洗うまで伸びてるんですよ。なので。なんかよくこうリブ編みのやつってきついやつって横に伸びてもギューって一日中締められる感じのあるじゃないですか。そういう感じは全然ないです。本当に伸びっぱなしなので、横のサイズ感はあんまり気にしなくていいと思います。でですね、クリが深いのもやっぱエモンから邪魔にならないようにっていうので、後ろのクリも深くなってます。着物用として作ってるので、うん。あとは縫い目ですね、輪にするのはすごくロットが大変なので輪にはできないというので、外縫い目が縫い目の縫い目があえて外に出てるんです。こっち側がうち本来表の縫い目なんです。外に出してさらに押さえているっていう感じです。こんな感じになってます、内側は。はい。でここもロックじゃなくて包んであって、肩も縫い目が反対側になってます。縫い目が外側になっております。はい。これが着物の肌着ワンピースです。サイズはSS から LL まであったと思います。で、丈が一番重要なので、丈で決めたらいいと思います。肩が薄い方はそのまんま丈の長さがきますし、肩が厚い方、うん、ここの幅が厚いっていう方はサイズがぐっと上がるので、生地が持ち上げられるのでちょっと長めでも短くなると思うんですけど、肩が薄い方はそのままズトンと着てしまうので、ちょっと寸法書いてあるんでホームページに売るとこ、販売ページに書いてあったので、この肩の高さから何センチいるかっていうのを自分で調べて買われたらいいかと思います。長襦袢より短くないと困るので、長襦袢の長さからマイナス何センチって考えた方がいいかもしれないですね。で私は155センチぐらいなんですけど、155、6の時もある、55の時もあるっていう感じなんですけど、長襦袢の丈が130です。で、着物の肌着ワンピースは M だと本当に長襦袢の長さのギリギリのとこまであります。で、S だともうちょっと短い、感じですね。そうですね。うん。なので、どっちでもいい体型ですね。で、S だと中がピタッと割にもうちょっとなるので、ぴったり着たい時は S を着てる時があります。で、夏場の長襦袢着ないくてさ、浴衣着る時に浴衣下としても着るんですけれども、その時は M の方がやっぱり全部隠れるから綺麗だなと思って M の方を着てます。で、まあ茶色も着れますし、ベージュも着れますし、
今日着てるスモーキーグリーンも着れますし、着れないのは多分赤だけかなと思いますね、夏が。うん、だから冬だけ赤は着てます。でも他の時期は全色赤以外は着てる。赤だけ透けると困るなっていう色 をしてるので、なんかカラージュ版で見えないんだったら赤着てるんですよ。まあ赤着ると暑いんで、まあ暑くなったら着たくないですよね。あんな赤々しい長襦袢は。でも長襦袢っていうかインナーシャツはね、でもなんか冬場はね暖かく感じるので可愛いし好きで着てるんですけれども、そんな感じですね。なんで在庫があったりなかったりっていうお店ですので、随時その時によって違うんですけれども、おのおの確認してご購入されたらいいかと思います。はい、あんまり細かく見てられないそうだったので、結構それでなかなか注文しても返事がないやとかいろいろあったんですよ。それで最後は限定販売にしたんですよね。なので今まあ在庫があったら買えるっていう感じになってると思います。私もちょっと社長さんとずっと連絡を取ってないのでよくわからないんですけれども、この前からちょっと見たら在庫が少しあったので、うん、なのでもし必要な方で在庫があったら購入されたらいいかと思います。使わない時期は中途半端な季節かな。レギンスを履いたらやっぱり巻き込まれるので長襦袢が、なので肌着ワンピースは必需品になってきます。うん、なんでレギンス着てるときは大体着てるし、あと夏も浴衣下になってるときは絶対着てますし、結構着てますね一年中。はい、で一番私多分長く着てて、一番多分長く洗濯してると思うんですけれども、新品のやつと古いやつとを比べたら若干縮んでました、丈が。だから伸びていくことはないみたい、安心してかといって横が縮むことはなかったです。あと首ぐりがゆったり作ってあるので、保管するときは私みたいに畳んで保管してください。ハンガーにずっとかけておくとそのまま伸びていきますので、伸びると本当に起毛が出ちゃうとね厄介なんで、そこら辺を気をつけたらいいんじゃないかなと思います。はい、うん、まあ自分で作れることはできたんですけれども、どうやったらいいですかっていう質問が多かったんですよね。いや困ったな、どこかで作ってくれたらいいのになっていうんで、いろんなとこに話はちょろちょろしてたんですけど、どこも動いてくれなくて、で結局動いてくれたのが外科美人さんだったっていう流れだったんです。当時まだそんなに、着物の YouTube がなかった時代ですね。そこまで、まあ、やっと素直さんがちょっと ブレイクしてきたなって頃かな。うん、そうですね。うん、そういう時です。はい、でお話を YouTube で取り扱ってくれませんかっていうお話を受けて、私はそれよりもこういうのを作ってほしいんですっていう話になって作っていただいたっていうのが流れだったので、うん、なんでまあお役に立ってたらいいなと思いますし、購入されてもうだいぶ経つ方もやっぱり夏使ったり冬使ったり好きな時に使ってます。あんまり邪魔にならない、なんだろう、寒くもならないし暑くもさほどならない。まあ40度とかになったらね、たかだか1枚でも全然違うんで話は別になってくるんですけれども、まあ基本的にはあんま邪魔にならない、カビに何もついてないっていうのをコンセプトに作ってもらったんです。どうにでもカスタマイズできるようにしてもらったんです、うん、なので多分これ以上のものはもう作らないと思うんですよね。新色のお話も聞いてないので、ね、この話するたんびに半袖欲しいとか七分袖欲しいってチャットで書き込みを見るんですけれども、多分対応してもらえないと思います
はっきり言って、それはもう無理なんじゃないかなと思ってて、まあ、連絡も来てないですし、ただあの商品を作り続けてはくれてるので、私が来てる状態でおすすめできる状態っていうのを作っていただけてることだけでももうありがたいなと思ってるんで、あとはご自分でカスタマイズして、着られればいいんじゃないかなと思いますし、あの1枚で着たいんだったら、まあまあ何度も言うようですけれども、いろんな会社で着物の肌着として出しているところはありますし、まあちょっとね、あのいらない切りこ、あのなんていうの、切り返しとかいろいろあったりするのが多いんですけれども、まあ脇パッドつ、汗パッドつけたいっていう方は、まあそれぐらいのごとつきは気にならないんじゃないかなと思いますね。私そんなにここに縫い目のこんなついとったら、あのかぶれちゃうんであれなんですけれども、なんでそういうのを使われたらいいと思います。うん、あのあるものでもいろいろ出てますから、探されて、あの自分にぴったりの1枚で済ませるやつが欲しいっていうんでしたら、そういうのを探されたらいいんじゃないかなと思います。うん、月下美人さんの中でも長襦袢にくっついてブランにもなってっていうワンタッチのあのかぶるタイプのやつとかもありますし、あの素直さんがそれこそ前あのおすすめというか、あの紹介してたあの和装ブラと襟がセットのやつ、そういうのもあったりするので、なんかあのいろいろあるんですよ、探せば。あの別にいろんなとこでいろいろ皆さん考えられてて出してらっしゃるので、そういうのを 見つけたらいいと思いますね。うん、で、まあ、月下美人さんの着物の肌着ワンピースに関してはこれっていう感じで思っていただければいいかと思いますし、もうリクエストを私にいただいても私も答えようがないのでまあこれで堪忍していただきたいなと思ってて、まあ、販売はされてますんで、もし必要な方はそこで確認していただけたらなと思ってます。はい、そんな感じですね。うん、あのそうですね、うん、まあいろんな展開はできたと思うんですけれども、まあいいんじゃないかなと思ってますこれで。うん、なんだろう、うん、まあ結構色も増えたし、まあそれをコンスタントに作れる範囲でちょこちょこ増やしていけばそれで十分なんじゃないかなと思いますしね、私自身も。うん、そう思ってます。はい、なんでまあもう必要、あの裏あの着物の中でちょっと必要だなって方はそちらご覧になっていただけたら、これですっていうのがわかると思うので、はい。そういう事情です。もうだいぶ経つのよ。もう何年か経ってるの。本当に。コロナになったな、な？違う。なる前からの話です、これは。なる前に、最初に、ネットでお話をしたんですよ。それが最初だったと思うので、うん。最初の電話でしたね。うん。だいぶ経ちますね、もう。今日の着物やりだしてすぐぐらいかな、忘れちゃったけど2年目ぐらいだったかな。うん、もうだいぶ時間経っちゃって忘れてきてることが多いんですけれども、そこからの付き合いです。でも未だにちゃんと商品はおいでてくださるのでありがたいなと思ってますし、うん、もし必要な方はそうされたらいいかと思います。あの丈だけ自分でチェックして買われたらいいかと思います。あの目安としては痩せ型の150センチあるかないかの方は SS を買われたらいいと思います。一番無難かなと思いますし、150全般の方でも痩せ型の人は SS でいいかと思います。で、私みたいに中間の人は S でも M でもいいんですけれども、私よりも細い155、6の方、うん、ここが細いって言ってもこの 薄い方、お尻もない、胸ももっと薄い方は M でいいんかな、S でいいんかなと思いますよ。うん、150後半の方はあの M で十分だと思います。うん、しっかりあるのでね。うん、まあただなんていうの、こっからここが長い方は
体が短かったりするので、そうなるとちょっと違うのかな。だから一概に言えないで、とりあえず長襦袢の長さを確認して、それよりは短いのを購入されたらいいと思います。以上でございます。まあ長襦袢の代わりに着ないんだったら短めの S でいいかなとも思いますし、うん、あの自分のどれに着るかなっていうので決めたらいいんじゃないかなと思います。まあなぜ筒型のものを1枚履けば巻き込みにくくなるんですよ、長襦袢も着物も。そうするとあまり着物と長襦袢のそぐわないっていうのを気にしなくてよくなるので楽なんですよ。うん、筒状のもの入れるといいですよ。うん、ただレギンスもあんまりふわふわの締め付けのないものを着てたら中でぐるん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 巻かれたりとかしますんで、そこはまあ臨機応変かなっていう気はしますけれども、基本的にある程度締め付けのあるレギンスでしたらそんなにぐるぐる、まあぐるぐるはぐるぐるぐるまではいかない、ぐるんぐらいはいくけど、そんなにもう気にしなくていいかなと思いますんで、そこら辺はちょっとまあ臨機応変に見てみたらいいんじゃないかなと思います。はい、以上です。よかった、だらだら喋ってなかったね。36分、よし、ここで終わりだ。はい、今日はこんな感じで過ごしたいと思います。はいそれでは皆様良い一日を。寄せて寄せて、はい、地域のみんなとつながろうですね。はい、では参ります。内容ください。私行きますか。じゃあ地域のみんなでつながろう。私ラインオープンチャットでメンバー募集中。高い声で。寄って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 。はい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 。せーの、地域のみんなとつながろう。ラインオープンチャットメンバー。